どうも皆さんこんにちは。オーダースーツ M2 プラントの小野と申します。今回はですね、ニュアンスカラーのネクタイを使ったコーディネートを3通りほどご紹介させていただきたいと思います。それでは早速1つ目のコーディネートからご紹介させていただくんですけれども、こちらですね、黒のストライプのジャケットにかなり薄いんですけどピンクのシャツ、そこにベージュのニュアンスカラー、かなり淡いベージュ、もう肌色ぐらいのね色なんですけれども、その古文柄のネクタイを合わせたコーディネートになります。どうしてもこの春夏の時期というのは傾向としてなんですけれども、こういうねちょっと濃い色、黒系とかね濃い紺とかもそうなんですけども、濃い系のねスーツというのはちょっと目にする機会が秋冬に比べると少なくなるんですよね。ちょっと全体的にこうスーツの色が明るめになるというか、そういう傾向があるんですけれども、そういう時期にもねこういう濃い色のスーツを、お召しいただくにあたって、こういったね淡めのニュアンスカラー系のねネクタイで合わせていただくと、濃いスーツもちょっとこう柔らかく見えるというか、ちょっと爽やかに春夏らしくね見えるかと思いますんで、こういったねニュアンスカラー系、淡い系の色ですよねのネクタイは、こういうねちょっと重苦しい雰囲気を和らげるのに使っていただくのが、割とスタンダードな使い方なんじゃないかなと思います。それではですね、2つ目のコーディネートなんですけれども、こちらですね、グレー無地のジャケットにノーマルな白シャツ、そこに紺系のニュアンスカラー、こうくすませたような紺色っぽい色ですね、これの古文柄のネクタイを合わせたコーディネートになります。先ほどに比べるともう柄があるのがネクタイぐらいしかないので、先ほどはねジャケットもストライプとか入ってましたけども、今回のジャケットは完全なる無地なんで、柄的には先ほどのよりかさらにもう一段階おとなしくなったような感じかなと思います。あと色なんですが、全体的に淡い色を使ってるんですよね。先ほどはねジャケットが黒で割と濃い色でしたけども、今回こちらのグレー、ライトグレーというほど明るくもないですが、チャコールグレーというほど暗い感じではないので、ミディアムぐらいのグレーだと。そう考えると、すべてのね、パーツが割と淡い色なんですよね。結構コーディネートするときって、どこかしらをこう濃くするというかね、どこかしら濃いところを入れて、ちょっと引き締まった印象にしたりすることが割とよくあるんですけど、これはあえてそれをしてないです。もう全体的に淡く、爽やかに、軽い印象ですかね。本当にもうザ・春夏と言いますか、そういった見え方を意識したコーディネートになります。それではですね、最後3つ目のコーディネートなんですけれども、こちらですね、紺無地のジャケットとグレー無地のスラックス、一番基本となる定番のジャケパンスタイルにサックスのシャツと紫系のねニュアンスカラーのちょっと大柄のドットネクタイを合わせたコーディネートになります。このコーディネートのポイントといたしましては、やはりこのジャケパンスタイル、もうド定番ですね、ド定番のジャケパンスタイルなんですけども、そこにちょっと面白みというかアクセントを加えた点ですね。ここが一番大きいと思います。やはりこういうねちょっと大きい柄、はっきりした柄のネクタイをする際は、シャツとかジャケット、スラックスもそうですけど、周りをちょっとおとなしくしていただくのが大きいポイントじゃないかなと思います。やはりそうすることでどこを目立たせたいか、どこが主役かというのもはっきりしますんで、そういったメリハリを効かせるということは大事かなと思います。で、これはニュアンスカラーのネクタイでもそうでないネクタイでもそうなんですけど、例えばちょっと変わった色というか、初めての色のネクタイとかにねチャレンジしようかなと思われた際には、こういうちょっと大きい柄ではなくて、最初の一つ目のコーディネートだったり、二つ目でご紹介させていただいたような、ちょっとこう小さい柄ですよね。そういったものからチャレンジしていただく方が、やっぱり入り口としては、まず試してみようかなという際には、やっぱりああいったネクタイの方が合わせやすいというかね、コーディネートを考えやすいと思います。それでね、慣れてきたら、こういったちょっと大きい柄のネクタイとかも、考えていただければ、こういうのもね、積極的に使っていただけるようになれば、コーディネートの幅っていうのも、やっぱり今まで以上に広がってくると思いますし、そういった意味でもね、柄のこともそうですし、カラーですね、こういった、ニュアンスカラーとかもね、
まあ、コーディネートにどんどん取り入れていっていただけたら嬉しいかなと思います。ということでですね、今回はニュアンスカラーのネクタイを使ったコーディネートを3通りほどご紹介させていただきました。この動画が参考になったという方はチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。